に学校内民主主義法案というのを作ろうとして今骨子を作っている段階です、はい、子どもたちの声を聞く、それをちゃんと開示をするアクセスができるということ、声を出したことで何かマイナスの査定をされる、つまり内申書ということに悪影響があってはいけない。今大人たちがね、新しい当たり前を作らないとダメですね。本当そうですね。ピープル高松菜の政治家と食べろ、引き続き国民民主党の伊藤孝恵さんとお送りします。よろしくお願いします。お願いします。私伊藤さんとお話したいことがあったんですよ。何なりと。はい、私主権者教育をやっていまして、若者の政治参加を促す活動をしてるんですけども、この 2,3 年でも本当にいろんな国に取材に来まして、日本の若い人の政治参加どうすればいいかなと思ったんですけども、これやっぱ学校内民主主義大事じゃないかなってものすごく思うようになって、やっぱ自分たちで自分たちの物事を決める、子どもたちが学校の運営に参画してるからこそクラス代表とかに託したら何か変わる、そういう経験があるから社会を変えられるっていう実感を持って、それが今度地域になって政治家に物事を託そうってなるなと思ったので、この学校内民主主義をやることが大事だなと思ったんですけど、フランスとかドイツとかそれが法制度化されていると、もう子どもたちが学校に参画しなければならないとか、最終的な意思決定機関とか予算の執行権がそこにはあるっていうふうに書かれていて、日本にもこれが必要だなと思うんですけども、まあ、伊藤さんも学校内民主主義を法案化するっていう活動をしてらっしゃるとお伺いしたので、そこの思いとか今どういう段階なのかとかお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。うん、まさにそのね、高松菜奈さん、皆さんがね一生懸命やっているっていうのを私たちに預けてくださったので、私も、まあ、超党派のみんなに呼びかけて、はい、今法律を作ろうと、まさに学校内民主主義法案というのを作ろうとして今骨子を作っている段階です、はい、で骨子が今了承されていよいよ条文化をするというところなんですけど、今おっしゃった課題感もそのまんま全部私も同じように感じていて、キーワードは成功体験っていうものだと思うんですね。で、最近少し話題になりましたけど、じゃあとある中学でね、すごく自由な校風で自分でいろんなものを変えられるんだよって言われていたのに、じゃあ校長先生が変わった瞬間にいきなりあれもダメ、これもダメ、これは廃止というようなものがありました。ありましたね。子どもたちは、思春期の子どもたちはあの時何を思ったんだろうって思うと、校長先生が決めたら校則の一つも全て変えられる、全て決められるというような、こんな状態の中にどういうふうに開示をしていくかというのもありません。どういうふうに変えていくかというのも決まってません。そこを担保するのは各自治体で頑張ってねではない、自治体でも高松さんが頑張ってねいろいろ進んでいる群馬だとか全然進んでない場所がある、それを是正できるのが唯一法律です。だから法律を作るというふうに決めて、今、まあ、骨子としてはまずやっぱり子どもたちの声を聞くというところがあります、うん、子ども基本法ができる前の時代と子ども基本法が令和5年4月からね、あるその時代というのは変わりました、うん、子どもたちは自分たちの声を出し、それを大人たちは聞いて、そして、いろいろ社会をより良くしていくという世界になったんです、はい、だからまずちゃんと声を聞くということ、うん、でそれをちゃんと開示をする、知れるアクセスができるということ、でさらに声を出して仲間を作って、すぐには変えられないこともいっぱいあるけども、その失敗や悔しさも含めてそういうものを学ぶということを決めた子どもたちが、声を出したことで何かマイナスの査定をされる、つまり内申書ということに悪影響があってはいけない、そういうものがないようにするというところも担保する、大きくはこの3つの柱を作った、そういう法律をね作りたいなと思ってるんです。いや素晴らしいですね、これ実現してほしい。どうなんですかね、なんかまあちょっと言いにくいかもしれないですけど、壁とか感じますか。みんなそういう、こう集会に出てきて、はい、一人一人じゃあコメントしてくださいっていう時は、うん、みんな同じこと言う、でよしじゃあ仲間こんなにここにいるじゃないか、はい、全党の仲間が今揃ってるんだから、その議員立法にじゃああなたここにサインをしてと言った時に、集会では OK と言ったけどサインは嫌だというふうな議員やっぱいるんですよね、だからそういう人たちをどういうふうに味方にしていくか、企画の筋は悪くない、じゃあ企画の通す道というのはどこならいいのかというところを、ね、一人突っ走ったって誰もついてこなかったら法律になりませんから、そこはやっぱり注意深く慎重に仲間を作っていくしかないんですよね。
そうですよね。学校やっぱ管理するっていうことでね、日本の教育は進んできたので、子どもたちを権利対象として見てこなかったので、なかなかそこの感覚とか意識を変えていくっていうのは難しいかもしれないですよね、うん。まあ、管理をする、それはすなわち子どもたちの幸せのためだっていうふうに先生たちは思っているから、うん、はい、その先生たちの事情や思いっていうのも、あのもう 120% 尊敬し尊重しながら、はい、それでもやっぱり子どもたちは自分たちで声を上げるということが、これから自分たちの人生をね、うん、生きていく上では必要で、そしてまさに自分たちが声も上げられなかった、声を上げても何か押さえつけられるだけだったという体験しかしてこなかった子どもたちが、そりゃあなたの一票で社会は変わると言われたって、何にもそんなのは感じるわけがない、うん、そこをやっぱり社会で思いを共有して、だったら子どもたちにはどんな体験が、どんな時間が必要なのかっていうのは、やっぱり今大人たちがね、備えるべき新しい当たり前を作らないとダメですね。本当そうですね。やっぱり若い議員さんとか子育て世代の方が議員さんになるってすごい大事だなって思いますね。やっぱり主権者教育の話しても世代によって全然捉え方が違う。世代で違います？全然違いますね。へー、やっぱり管理教育しかないだろうみたいな。その管理教育になった歴史とかを見ていくと、その子どもたちに権限を与えると、その変更教育みたいなのに学校がなっていくからダメだって考えてる人たちっていうのは結構多くて、社会を変えるとかっていうと、社会を変えるイコール変な方向に変えるから悪だって思う人とかがで、怒られたりとかすることもあるんですよね、そういう言葉を使うと。何かこう、例えばその議論の場でも思うことですけど、その批判的な意見を言うということに、その悪いことだと感じるとか、ドキドキしてしまうみたいな子どもたちも、確かに若い人たちって多いと思うんですよね。衝突を嫌うというか、でも生きていく上で誰かと衝突をする、生きていく上で自分は違うということを飲み込まず述べてみる、でそこの違和感を置くことによっていろんな人たちにその変容が起こるっていうのは、本当は必要な、いやまさに必要なあの能力ですから、そこをやっぱり押さえつけるような教育がもし未だあるんだとしたら、それこそ変えていかなきゃいけないでしょう。それがね、楽だからそうしちゃってるっていうことだと思いますね。でもね、そのグローバルで働いていく中では、あなたどう思うのって言われた時に、私がどう思うのって、でも私はこう言われたんで今日来たんですけど、ではやっぱり仕事できないですよね。なんか その通りだなと思いますし、でもフランスで私が聞いた時も、フランスでもこれ法律ができてから浸透するのに30年ぐらいかかって、30年、形骸化したらしいんですよ最初は、うん、日本でやると何年ぐらいかかるんだろうと思って、いや、やっぱ学校で民主主義やったけどよかったよねってならないような、なんか入り戻しみたいなのが来ないかっていうのは、まあ、私は推進論者ですけども、なんか気をつけなきゃなって思います。まさにおっしゃる通り、あの今の高松さんもそうだし、皆さんがおっしゃっているような思想ってもう生徒指導提要には入っている、ビルドインされている、はい、で先生たちは生徒指導提要と学習指導要領っていうのがバイブルですから、ちゃんと手にあるはず、だけど浸透しないというところに、なので法律に次なる一手をやっぱ考えるわけで、ここにはもちろん最初はね、法律ってやっぱ作るときに誰かを義務化するとか、誰かの首根っこを押さえるなんていうのはね、もうよもや罰則をつけるなんてことは難しいけども、最初やっぱ導入していって、やっぱりそれが浸透しないよねっていうので立法事実を作っていって、もう一段もう二段上げていく、やっぱり小さく産んで大きく育てるっていうのも含めて、これを産んだ議員はそれを離さずに育てていかないといけないんでしょうね。そうですね、やっぱり立法の事実って大きいですよね。その子ども基本法も、私もあの子どもの意見表明を全国の自治体と一緒にできないかなと思って、いろんな首長にお会いしたりとか全国の動向を見たりしてますけども、やっぱり子どもの声を聞くっていうことを自治体がしなければならないと法律で義務付けられたことで、その形骸化してるところもこれでいいのかみたいな見直しをしたりとか、やっぱ新しいものをやんなきゃいけないっていう風になったりとかして、やっぱあとは他の先進事例と比べて自分たちはどうなのかとか考えるようになってるなと思うので、すごい高松さんがしてくださってること大きくて、ここはこういうことやってますよ、
これで別に問題も起きてなければ良い事例がいっぱいありますよっていうふうに言うと、その周辺自治体があそこやってんだみたいなね、横目で見てますから、はい、じわじわと。でそういうのも含めて立法事実なんですよね、うん、私昨日まであの福岡県の古賀市にいたんですけども、うん、古賀市長がすごいあの仲間です。あ、そう、あ、そうですよね、はい、一緒に青年局でやってました。あの高校生リバースメンター古賀でも今やってて、うん、その提言会がまさにあったばっかりで、高校生が市長の相談役になって政策提言して、あのそれを社会実装していくっていうことなんですけども、その提言会があったばっかりでやっぱりすごくて、自分にはその子どもたちの声を聞いてそれを政策としてやっていく責務がありますっていう風に子どもたちの前で言って、担当課の人もいる前でそういう風におっしゃっていたので、本当にここから変わっていくだろうなっていう風に、すごいやっぱり政治参加って、うん、とかくじゃあ立候補することだ、一票を投じることだってみんな勘違いしてしまうんですけど、うん、やっぱりそうではなくて、この声を伝えるっていうリバースメンターもそうですし、はい、今ね台湾なんかでやってるジョインなんていうのもそうですし、うんはい、そういうこう政治参加の形、15歳であっても10歳であっても、はい、その政治参加をし、それが形になっていくっていう成功体験を積んでもらうことは、うん、絶対に日本の民主主義を良質にします。そうですよね。なんか私2016年の18歳選挙権が導入された時から活動を始めて8年ぐらい、若者政治参加、私が議員になった年です。同い年ですね、うん、あもう8年ぐらい若者政治参加やってるんですけど、やっぱ心が折れることもあるんですけども、私が行き着いたこの3つをその、まあ、4つかな、やればもう自分がなんかすごく炎上して引退とかしてもいいんじゃないかなって何ですか、何ですか4つ思うことがあるんですけども、うん、1つはやっぱ学校内民主主義を法制化して社会を変えるって経験をしていくっていうことと、もう1つはあのデジタル民主主義、やっぱ V 台湾みたいなものを何かあの意見表明して、である程度の賛同者が得たらそれが政府で必ず審議されるっていうような、そういうプラットフォームみたいなのを作って、アドボカシーを一人の個人に頼らない、 NPO に頼らないとか、10年やってきた人しか分かんないって世界から変えていくっていうところ、でもう一つは若者団体に予算をつけるっていうことで、やっぱりスウェーデンとかドイツとかだと若者団体にお金をものすごくつけてて、スウェーデンだと年間40億円ぐらいつけてて、でも政府から税金でお金もらってるんですけど、めちゃくちゃ政府批判とかしてるんですよ、気候変動の団体とかが。それってすごい姿だなと思うんですけども、やっぱり仲間があの職業化できないって言って辞めてったの で NPO とか見てもなんとか生活していくためにやっぱそうお金を回すってことにいっぱいになって、本来やりたかったルールメイキングとか支援者の方に向き合うってことにやっぱ時間を割くのがすごく難しくて、 NPO 同士も少ない補助金をめぐってあの対立しちゃったりとかしてるので、やっぱそこができるっていうことが必要じゃないかなと思って、まあ、あと、まあ、4つ目は、まあ、この3つができればと思うんですけど、あと4つ目は、まあ、被選挙権年齢の引き下げとか、やっぱ若者の声がもっと反映されるような審議会のメンバーに例えば30代以下を3割入れるとか、まあ、そういうふうに仕組み化するっていう、まあ、この4つぐらいができるとすごい日本の民主主義とか若者政治参加っていうのが他の国に、先進的な国に結構追いつけるんじゃないかなって思ったりはしています。もう全部にコミットしてますけど、特に2つ目はまずやっぱりデジタル民主主義のこと、うん、で今回国民民主党いろいろな方にライブチャットで、はい、ご意見いただいたり、オンラインとオフラインがもう完全に行き来しながら、うん、いろいろ政策を決めていったっていう体験をしたので、今度の参議院選に向けてもまさにこういったデジタルプラットフォームを作って、でまさに V 台湾のようにじゃあ5000いいねもらったらちゃんと我々が検討してそれを政策に消化をさせる、でもちろん現実的なものとそうではないものありますんで、それもちゃんと専門家をつけて検証した上で政策にしていく、まあ、そういうなんかコミュニケーションをね実際やろうと思っていて、お楽しみです。国民民主党でできるんだったら政府でもできますからね、うん、だからそういう部分で一つ一つ私たちも一つ事例を立法事実を、ね、はい、作っていきたいと思います。いやー本当玉木さん何してくれてんだそこまたこんな素晴らしくて、ね、もうそっちをニュースにしてほしいですよ。本当にそうですよね伊藤さんが代表になればいいんじゃないですか私ね、はい、よく言っていただくんですけど、私ね360度の政策語れないですからね、はい、本当に玉木雄一郎
当に今回はお恥ずかしい限りでしたけど、あの人は生理からマクロ経済まで本当に語れるすごい人ですよ。だからまあ今しばし、まあ、倫理委員会の結論が出るまでは玉木雄一郎を私たちで選んだ代表なので、ね、しっかり支えようと思います。ありました。ありがとうございます。私は伊藤さんに代表選挙出てほしい。はい、今回の。ありがとうございます、はい。最後にですね、これは毎回ゲストの方にお伺いしてるんですけども、今後伊藤さんがもし内閣総理大臣になったとしたら、やりたいこと、これ何でしょうか。そうですね、私も首班指名選挙で毎回一票入れていただく。あ、確かに。ものなので、寺田静香さんからの思い一票をね、いただくんですけど、私ね、シンプルなんです。子供が幸せな国にする。日本って実は身体的な幸福っていうのはそのユニセフの調べで1位ですよ、世界で1位。でも精神的な幸福が38カ国中37位の国。身体的には幸せなのに精神的には幸せじゃないって何なんでしょうね。で、幸福度のね、調査政府もしてます。だけど子供入ってないんです。子供の調査してないんです。そうなんですか。そこに入ってないんですね。そう、今度からはしてくれるかもしれないらしいんですけど、やっぱりこの国で生まれた全ての子どもたちが幸せな国、この国のね、一番の課題は少子化、子どもが生まれないことじゃないですよ。生まれた子どもたちが513人もの、去年は子どもたちがね、自ら命を絶つっていうね、ああいう、これがこの国の一番の課題です。だから、まあ、子どもの幸福に連なるそういう政策を目いっぱいやるという総理になります。期待してます いつぐらいに実現しそうですか。総理大臣、総理を目指さない議員もいるんですよ。そう、目指してないんですか。何ですかね、総理を目指すものじゃないのかもしれませんよ、総理って。それみんな言いますよ、時代の要請なんだと思いますよ。野田佳彦さんもそう言ってました。あ、本当ですか。自らやるっていうもんじゃなくてみたいな、ね、おっしゃってましたよね。最初の話になりますけど、やっぱり総理になりたい、2期目になりたい、議員を続けたいっていうふうに言う議員の言葉やハートの中は疑った方がいいと私は思います。おお、大丈夫ですか。いろんな人敵に回した感じしますけど。いいですよいいですよとか言って、いやいやいや、仲間を作ってね、議員に越しなきゃいけない。なんで疑った方がいいんですか。だってそしたらある時このバッジをつけ続けるために、本当はこう言った方が、本当はこれが自分の本心なんだけど、こう言った方が得だなとか、こう言った方がこの人に可愛がられるなとか、ここは黙った方がいいんだなとかって、めっちゃわかります。そういうやっぱりね、一見しなきゃいけない時に目をつぶって腕を組む議員が多すぎるから。めっちゃわかります。これ死んだふり戦法っていうらしいんですよ。めっちゃわかります。すごい顔しましたね今。めっちゃわかります。いや、なんか応援してる若い子が政治家になったんですけど、うん、なんかそういう感じがして、なんかそれ誰か分かっちゃったな、賢すぎるんだなと思って、うん、多分志は今でも変わってないと思うんですけど、そこでの生き延びる術が何かっていうのはもう分かってるから、私たちの声の代弁者にどこまでなってくれるのかなって思っちゃったりもするので、うん、だからやっぱり自分が偉くなりたい、自分が総理になりたい、自分が可愛がられたい、自分が得をしたい、自分を誰よりも守りたいっていう人は多分議員に向いてないんだと思いますよ。本日はたくさんの質問にお答えくださりありがとうございました。ありがとうございました。ピープル高松菜奈の政治家と食べろ、ここまでは国民民主党の伊藤孝恵さんにお話をお伺いしました。ごきげんよう。ごきげんよう。この番組は皆様のサポートによって支えられています。交通費、ファクトチェック、リサーチなどにお金がかかっています。スーパーサンクスやマンスリーサポートでご支援をお願いします。企業の SDGs、 自治体の取り組みなどの PR 案件をお待ちしております。詳細は概要欄まで。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた、ごきげんよう。